はい、皆さんこんにちは。今日は僕のストリームデッキのスタジオワンの設定をちょっと見ていただきます。いっぱい登録はしてあるんですけれども、今日のお話はインストゥルメント、いわゆる音源を入れたりするためのツールをどういうふうに使っているかということです。今ストリームデッキの画像が右上の方に出ていますが、左の上の方からコンタクト、そしてボーカルトラック、イージーキー、イージーベース、そして2段目の2つ目はインサートエフェクトをまとめたようなもの、そしてその下にユージャムのシリーズがあります。そしてユージャムシリーズをこのようにクリックしますと、ユージャムがかなりたくさん含まれています。ちょっとどんな感じか、例えばユージャムのアンバーというギターを一回入れてみましょう。このボタンを押すだけです。するとこのようにアンバーが自動的に立ち上がるようになっています。ですからこの調子で、じゃあアイアンも入れてみましょうか。ロックギターのアイアンです。はい、このようにトラック名が自動的にここで GT アイアンというふうに出まして、そしてこれが立ち上がるようになっています。上の方にはドラム類があります。このドラムを立ち上げてみましょう。そうですね、ディープというドラムです。あとはビートメーカーのキャンディーもこのようによく使うので登録しています。シンフォニックエレメンツのシリーズこんな感じですね、ドラムの方も、はい、そしてあとはウッドベースのメローなんかも入れています。はい、通常はこの右側のブラウザーでこうやって案外探すのが面倒だったりします。僕の場合はプラグインが多すぎるので、もちろんこのようにお気に入りとかに分類してるんですけれども、それでも探すのが面倒なのでこんな風にしたりしています。そしてユージャムだけじゃなくって、ちょっとコンタクトもやってみましょう。コンタクトはここを押すとコンタクトが立ち上がります。こんな感じですね。それとかボーカルのトラックもここに登録してありまして、そしてピュッと押すと、ボーカルの場合はちゃんとトラックができるだけじゃなくってですね、このように RX8 のノイズ処理、そしてマイクモッドのマイクのエミュレーション、そしてあとはアメック9099も自動で立ち上がるようにしています。そしてこのようにコンソールを出したらですね、チャンネルストリップを入れた方がいいようなところはこうやって選択をしておきまして、インサートというボタンがここにあります。こうしておくとこのように一応3つ入ります。一つは VU メーターですね。純正の VU メーター。まあ大きくすればこういうやつですね。そして、先ほどと同じように気に入ってるこのブレインワークスのアメック9099です。そして微妙なイコライザーをするのにはアメックもいいんだけれども、ブレインワークスの V3 のチャンネル用というのでですね、モノラルチャンネル用のやつをこのように入れるようにしてあります。まあバイパスするときはもうこうやれば一つぐらい余分に入ってても大丈夫ですので、まあこうやってバイパスしたりするようにしています。まあこれだけでも便利ですね。もちろんこれだけじゃなくって、今メインです。
スタジオ1系のメインはこんな感じです。全般というところにこのようにインスペクターが出るようにとかなってまして、こういうふうにですね。それとかこれはオートメーションですね。あとはまあミキサーを出したり、そして拡大縮小、ちょっとこれ今リージョンがないので分かりにくいですけど、ここに一つ書いておきましょうか。こういうふうに書いておいて、拡大縮小、縦拡大、縦縮小、そしてこれ選択してあったら、選択部分の巨大な拡大、そのサイズをこのように瞬時に変えれるボタンが左隅にあったり、もちろんここに保存ですね、保存とか、あとはミックスダウン、こんな感じですね、も出せるようにしてあったり、テンポのタップ、今ちょっと分かりにくいですが、この右の下の方にテンポがあります。今ちょっと123っていう風になってるんですけれども、これをここのボタンですね、タップって書いたボタンを押すと測ることができます。1234123、ゆっくりにしました。2341234、こういうふうにタップのテンポをやってあったりですね、そういうのがここですけども、でトラックのこのミュートとかですね、このように切り替えたりできるようにしています。はい、ミュートソロ、わかりますか？ミュートとかソロとか、こうやって、ソロソロ、こういうのをやったり、あとはコードトラック表示とかですね、そういうのもあります。編集のところはボリュームを大きくしたり、まあ戻したり、ということもありますけれども、案外いいのはこのミディですね。ミディはこうやってこのミディトラックに、まあ、ミディを適当に入力しておきます。はい、このようにオーバーラップして重なっているところありますね。こういう時楽譜とかがちょっと作りにくかったりするわけですけれども、こういうのを簡単にこうやってですね、選択をしたらオーバーラップを削除するというような、そういうのがワンボタンでできるようにですね、これもですからこうやって選択しといて、オーバーラップと短い音符をですねレガートしたり、こういうふうにですね、こういうのを一発でできるようにこの辺はしてます。で案外便利なのが選択部分をループとかね、例えばこのリージョンを選択してますよね、こういうので選択をループとかしたら、ここループがすぐにできます。これまた動かして、選択ループというふうにしたら、このようにループができたりですね、パフォーマンスのメーターをこのように出したりも自動にできるようにしています。あとまあ極めつけはステップ入力はとっても便利にできています。このようにありますよね。ステップ録音はまずこうやってここでステップ録音できるか、それの有効かっていうのをここで赤に今なってますね。こうやってこうやって有効化できます。そしてまあ一回これこうやって消しますよね。そしたらここでまあ入れていくときに、まあ、ここから始めましょうか。5小節の頭ぐらいから始めて、音符の長さを8分音符を入れるとか、4分音符とかを入れるとかやって、そしてもうあとはここでどん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 、入れていきます。こうやってこの鉛筆モードにして4分音符としたら、ここで4分音符が入って、そして8分トントン、四分、二分音符、
そして電音符。こういうふうに案外ピッピッピッとこうやって入れていけるので、はい、こういうふうな音符ですね。3連符ストレート、これ切り替えですね。そしてここに譜点ありっていうのもありますが、譜点あり、こんな感じでショートカットを作っています。まだまだあるんですけれどもね、説明してたらキリがないというほど登録してあります。まあ皆さんもこういうストリームデッキとか左手デバイスを上手に使ってですね、入力するとかなり早くできますよね。特に本当にこうやってさっきもやりましたように、新しいトラックを作って、そしてまあ自分の得意なインストゥルメントを入れるとかいう時にも、まあ、こんな感じにすぐにできるからですね、ぜひともこういう左手デバイス、予算ができた時にはそんなに高くないものもあるんで、別にどのメーカーが特別いいとかいうのでもなくですね、明日もまたツアーボックスというのを導入する予定で、まあ何せスピーディーに編集ができないかなということで、 DAW もそうですし、もちろん動画編集もね、動画編集の方もできるだけ早くやりたいなと思っていろいろ考えています。まとまりのない話でしたけれども、村長の便利ツールをお見せしました。じゃあまた今週はそのツアーボックスも皆さんにお知らせできると思います。またね。